面倒だ。すべてサプリメントで賄えれば時間も無駄にせず一瞬で済むというのに。おはよう、トレーナー君。ほら、これを返すよ。今日の分は仕方ないが、次回から改善するよう頼むよ。もちろん朝食だ。用意しているのだろう。私はまたラボに戻らなくてはならないんだ。ほら、さっさと出したまえ。なんだって？食事を用意していないなんて一体何の冗談だ。わざわざ研究途中で受け取りに来てやったのに。君、私の食事を用意すると約束しただろう。いちいち毎回約束をしろってのかい？そんなの効率が悪すぎる。私の面倒を見るのは君の役目だろう。ほら、さっさと私にご飯を食べさせろ。今、私は今食べたいんだ。この欲求は腹を満たすか、君にあらゆる実験を行うことでしか解消されることはないだろう。さあ、選択したまえ。食事を用意するか、実験されるか。いいだろう。では実験は午後に回すということで、まずは朝食だ。するとも、それはモルモットとしての君の役目。食事はトレーナーとしての役目だろう。カフェテリアまで行くのは面倒だしな。私は食事が用意されるまで仮眠するとしよう。何、贅沢は言わないさ。昨日の食材の余りを使うといい。まだ残っているだろう。ほーら、早く早く作ってくれよ。